Hei, Coy, nganggur, Coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, Coy. Hei, Coy. Apa kabar, Coy? です。今日はシャインマスカットのあの花切りをするんですけども、ここの畑がエッチじゃなくてエッチ型じゃなくて自由精神のシャインマスカットになってます。で、今までシャインマスカット3センチで花切りしてくださいって言ってたんですけども、ここの、シャインマスカットはちょっと変えてですね、今まではその500グラムの房を作るための花切りをセットしてたんですけど、今回のここのあのシャインマスカットは300グラム小房作りの、シャインマスカットを作りたいということで、それ、用の花切りをしたいと思います。で、小房作りのいい点はですね、摘粒しなくていいと。なので花切り、してしまった後もうジベリン処理をすれば2回ですね、もうその後粒を間引く作業しなくていいので、ものすごく省力化にもなりますし、で、ちょっと小さいサイズのシャインマスカットを作ることで、まあ、お手軽な価格で販売もできるといったところです。じゃあ早速やってみます。はい、これシャインマスカットの花になります。500g の房は3センチを目安にした、房先3センチでしてたんですけども、それだとちょっと大きくなりすぎるので、2センチですね、2センチのところでやりたいと思います。で、2センチって言ったらもう大体このくらいですね。これが2センチぐらいです。ここを残します。で、なので上からもう切っていって、で、ここを残すので、あとはこうです。これで2センチの花切りの完了です、はい。で、あとはもう摘心は弱く先端をちょっとつまむぐらい、先端をちょっとつまむぐらい、はい、でやります、はい。でもこれあと地べしたらちょうどいいつぐらいですね。はい、こんな感じでやっていきます。で、これでだいたい 300g の房になる予定です。で、続き、これもですね、はい、2センチでだいたいもうちょっとこれぐらいですかね、2センチぐらいですね。なので上から切っていって、ちょっと、はい、こんな感じで。この木の場合、新梢1個に対して1つじゃなくて2つついてます。で、またこれも2センチで、ここら辺ですね。なので上から切っていって、ここでバスッと切ります。はい、2センチ。で、摘心を緩くして、はい、こんな感じですね。なので、300g が2つできます。で、今まで 500g1 個で作ってたんですけども、これだとまあ 300g が2つできる計算なので、収量的にはそんなに変わらない予定ですね。で、穴切りも上から切っていて、もうここでズバンと切っちゃうんで、花切りの、省力化にもなりますし、摘粒しなくていいんで、摘粒の省力化になります。はい、ただ、花切りのタイミングなんですけど、あんまり早く切りすぎると、狂っちゃう可能性があるので、ギリギリまで花が咲くのを待って切った方がいいんですけど、
もうここが全体的に全部開花してきているので、切り始めます、はい、あとまあ 300g これ袋をかけるときにですね、やっぱりここの長さが本来はここからここからが軸になって袋はここにかかる、かけやすいんですけど、これだと、まあ、ここの長さがちょっと短くなるので袋がちょっとかけにくくなるかなといった感じですけども、まあ省力化にもなりますし、はい、で小房のつく、あの房が作れるので、まあ、こういうやり方も、やっております。はい、2センチ、だいたいここら辺ですかね。1個切ります。で、こう、もう一個、もう一個ついてるんで、2センチ。これ、これかな。はい。で、摘心をします。はい。といった感じで、小房作りの花切りは2センチを2つ残すと、はい、いうやり方でやっております。シャインマスカットだけじゃなくてピオーネとかでも使えますんで、ぜひちょっとあの省力化やりたいなとか、まあ、小房作りしたいなっていう方は参考にしてみてください。